Video Diary September the 23rd, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hama Mastery, Japan Video Nishi 2018年9月23日、林Hiroshiです。おはようございます。今日は朝一にビデオダイリーを作ることにしました。11時頃から外出予定があるからです。友人と会食をすることになっています。今週1週間はいろいろありました。長男がですね、香港のビジネスマンに招待されて、まあ、東南アジアを回っていたわけですけども、香港をですね、月曜日に超大型台風に襲われましてですね、飛行機が各地全面ストップになってしまったわけです。でその時私は、長男は香港にいるというふうに思っていたんですけども、クアラルンプール、マレーシアのクアラルンプールにいました。で心配して電話をしたんですけども、携帯電話はつながりませんでした。で月曜日にその帰ってくる、帰国する予定だったんですけどもね、2日延びて2日間プラスクアラルンプールに2泊して、そして水曜日に帰ってきました。やれやれほっとしたということがありました。他にもいろいろとバタバタとありましたけども、無事先週1週間を過ごすことができました。で今日は私の手料理でですね、一緒に会食をすることになっています。楽しみにしています。ということで今日は朝一にビデオダイアリーを作ることにしました。皆さんおはようございます。最初に今日のビデオダイアリーのアブストラクト、概要を話しておきます。まあ、大変難しいと言いますか、複雑と言いますか、イコール私の要するに説明不足になりそうですから、最初に概要を話しておきます。今日のテーマは神の寛大さということになります。つまり神の寛大さにも限界があるということです。つまり神はお人よしではないということです。まあ、人間側から見ますとね、神は何でも、まあ、してくれると言いますかね、まあ、いわゆる全知全能であり、まあ、無量無辺に心が広いから神というわけですから、人間が何を願ってもですね、あるいは逆にどんなことをしても神には許されるというように、人間はある意味でね、おめでたいですから身勝手に考えがちですけども、そうではないんではないかという話になります。つまり神の世界、そして人間の世界、その間にあるのはやはり信頼関係でしかないということですね。そして同時に人間自らも努力しないと、まあ、要するに神の助け、あるいは守って言わない助けといっても、こう物欲的な助けではなくてですね、要するに神が人間に与える最も素晴らしい、まあ、価値、財産といえば希望ということになるわけですけども、その希望を与えられないのではないかという内容のビデオダイアリーです。まあ、内容がね、少し複雑ですから、この後かなりって言いますかね、分かりにくい話をするかもしれませんけども、その辺をですね、あらかじめ頭の中に入れて私の話を聞いてくだされば嬉しく思います。今日は神の寛大さなんてね、考えてみました。まあ、これはですね、2、3日前、一昨日だったかな、ワイフとドライブしている時にね、一体上の人、まあ、神と呼ぶ上の人はですね、どこまで寛大なんだろうかっていうようなことをお互いに話し合ったといいますか、意見を交換しました。で一般論から言いますとね、仏にしろ神にしろ無量無辺に心が広いと、まあ、人間を温かく
見守り、そしてというような感じで、まあ、解釈されているようですし、またそういう解釈の方が人間にとっては心地よいと言いますかね、聞こえがいいと言いますかね、安心できるということになるわけですけども、でも本当にそうだろうかっていうのが、おとといのワイフとの会話の発端でした。というのも、私自身はですね、まあ、少なくともですよ、まあ、今私たちが神あるいは神々と呼んでいる ET、まあ、エイリアンですよね、はそれほど心が広くないんじゃないかというふうに、まあ、ずっとね考えています。もっとわかりやすく言えば、心が広いとか広くないとかという問題ではなくて、お人よしではないというふうに考えています。つまり人間のための、人間のためにね、人間によるというような、その考え方に、まあ要するに迎合するという言い方もちょっと適切じゃないですね、を支えてくれるような方たちではないんじゃないかということを、まあ時々感じます。もっとはっきり言えば、人間と神、神と人間の間も結局はギブアンテイクで成り立っているということですね。まあ、つまり逆に考えますと、人間という存在はそこまでして、要するに天界の神々が守らなければならない存在ではない、イコール、まあ、人間にはですね、全体ですよ、私やあなたではなくて、人間全体に網をかけたときに、そこまで、まあ、なんて言いますか、守らなければならない尊い存在ではない、あるいは価値がないのではないかというふうに、まあ、考えているわけです。というのは、一歩ね、この宇宙から飛び出してこの地球を見たとき、そこには、まあ、無数の種類の、まあ、生物がうごめいているわけですけども、人間はその中の一種類にしか過ぎないわけですよね。ですから、まあ、宇宙からこの地球を見た場合には、神々の目に留まる生物、生命体というのは、まあ、人間だけではないということですよね。ですから人間だけにエコひいきしてどうのこうのということでもないわけですよね。ただ人間は役に立つという部分で存在価値があるのかもしれませんけどもね。あるいは、まあ、本当に旧約聖書に書いてあるようにですね、自分の姿に似せて人間を作ったということであるならば、まあ、それなりに人間には存在する意味があるのかもしれませんけども、それはそれほど強くないんじゃないか。つまりですね、その私が考えているお人よし、いわゆる、まあ、神々はそこまでお人よしではないんだよという考え方を押しのけるほどの威力と言いますかね、力はないんじゃないかっていうのが、まあ、私と私のワイフの、まあ、その時に考えた結論ということになるわけです。つまり先ほどの話に戻りますけれども、ギブアンテイクということになってくるわけですよね。まあ、逆に考えますと、私自身を見たときにね、私林博という人間を見たときに、まあね、その上の人が例えばですよ、林博、お前に永遠の命を授けようなんてね、まあ言ってくれたとしても、そんなことは絶対にありえませんけども、それも一つのテーマに時々なるんですけども、それは喜ぶべきことなのか嬉しいことなのかというと、私はそうではないように思うわけですよね。まあ、私だけその助かったところでどうなんだという意味もありますし、だからそれがどうしたのという部分でつながっていかないわけですよね。それは死ぬということは怖いことだし、寂しいことだし、まあ、死ぬことそのものは怖くないにしてもですね、死に至るプロセスというのがやっぱり怖いですね。どういう、まあね、人間の生まれ方というのは、これはもうみんな同じなんですけども、死に方というのはもう千差万別と言いますかね、それぞれのドラマを色濃く引きずりながら、そしてその病気の種類によっても変わってきますし、それまでに作り上げた人間関係そのものですよね。それから、まあ、そういったもので、まあ、その死に方というのは、まあ、千差万別という言い方もちょっと失礼な言い方なんですけども、
みんな違うということですよね。そういう中で、まあ、死ぬのは怖くないんですけども、安らかにね、穏やかに笑いながら、皆さんさよならと言って死ねればね、それはそれで素晴らしいことだと思うわけですけども、その死に方の方に、まあ、恐怖感を覚えるわけですよね。まあ、そういうことも考えると、長生きしたいなと思いますけども、長生きしたいと思う部分の中に、なんて言いますか、それがね、長ければ長いほど、結局は、かつての、と言いますか、今までの私がそうであったように、まあ、結局は、怠惰に過ごして、無駄に過ごして、ということになるわけですよね。仮に、寿命が2倍伸びたところで、死というのがやってくる。その時に初めて、ということになってきますと、それまでに至るまでにですね、人間というのは、やはりだらしなく生きてしまうんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、今も言いましたように、私自身は本当にだらしない人生を送ってきましたから、まあ、はっきり言えば時間を食い潰す、蹴散らすって言いますかね、そういう感じで生きてきましたから、結局そうした時間が2倍伸びたところで、やっぱりそこから生まれる虚しさ、寂しさ、悲しさというのは変わらないんじゃないのかなというふうに私は考えています。逆に考えますとね、江戸時代の人は40歳から50歳の間に、まあ、ほとんどの人が亡くなっていったわけですけども、じゃあその頃の人が今の人私たちよりも劣っているかとかね、真理に到達する人が少なかったかというと、それはそうではないんですよね。まあ年齢には関係ないということですね。はっきり言えばね、その若くしてまあね亡くなる方も多いわけですけども、そういう方はそういう方で一般の人が見られない美しい世界をキラキラ輝く黄金色に輝く人の心を見たり、まあね、世界を見たりしておられるわけですよね。それもその一つのね、なんて言いますか、まあ、こともあるわけですから、寿命という数字というのは私はほとんど意味がないと思うわけです。ですから、まあ、例えばね、先ほど言いましたように、まあ要するに私一人だけ生きたところでどうなんだという問題へとつながっていくわけです。歌にもありますね。He want to live forever. Who want to live forever. ある映画の主題曲にもなっているわけですけども、映画そのものはね、まあまあっていう映画でしたけども、その曲だけが浮かび上がってヒットになったわけですけども、誰が永遠に生きたいと願うだろうか、誰が永遠に生きたいと願うだろうか、誰もいないよという、まあ、歌詞なんですよね。で、話を戻しますと、まあ、要するにですね、まあ、人の死に方というのはそれぞれみんな違うんだ。で、私の場合は死ぬことはそうもう怖くないですね。というか、まあ、実際にそういうことを何度か経験してきたわけですけども、やっぱりこの死に至るそのプロセスですよね。まあ、例えばいろんなね、溺れるもの、藁をもつかむと言いますけども、まあ、例えばね、貧しい人、苦しんでいる人、ね、本当に水に溺れている人もそうでしょうし、また孤独のね、無限地獄の中で苦しんでいる人もやはりそうでしょうね。まあ、そうしたその溺れるもの、藁をもつかむような、まあその、まあ、世界をですね、死の直前に覚えるというのも辛いなと、まあ、そういうふうに考えるわけですけどもね。で、やっぱり私たちは、まあ、ちょっと話それますけども、やっぱりと言いますかね、夢、希望ですよね。まあ、希望があればね、目的が生まれますから、やはりその希望というものを最後の最後まで持ち続けられるのかな、持ち続けたいなというふうには思うわけですけどもね、それさえあれば、あとのものはね、すべてマイナーな問題ですからね、どうでもいいんですよ、そんなものはね。ですから、まあ、希望だけは最後の最後まで持って、そして生きていきたいな、ということに考えるわけですよね。で、その話をずっと遡ってですね、じゃあ、そういう時にですね、まあ、上の人、イコール神は希望を与えてくれるかな、ということになってくるわけですけども、どうなんでしょうかね。ということで考えてしまいまして、つまり、そこまで神は寛大なのかな、ということまで考えたわけですよね。つまり、
まあそこにはね、ある意味でギブアンテイクの関係が成り立っていると。もっと言えば、人間と神、神と人間の間も結局は信頼関係なんだよということが私たちの結論だったんですよね。物じゃありませんよ、ギブアンテイクと言いますとね、物とかお金とかね、それこそ、ね、ご仏前とかね、ご仏前ってみんなまあいいんですけども、あるいはね、供養とかいろんな言い方しますけども、そういう物とかお金ではなくてですね、やはりこう私たちがその絶対的な真理である、その集合体って言いますかね、集合された存在である神や仏に求めるものというのは結局は希望ということになってくるわけですよね。その希望というものについても、私はやっぱりギブアンテイクじゃないのかなというふうに考えているわけです。一方的にね、人間側がですね、くださいくださいお願いします、どうかください、最後の最後まで希望くださいお願いしますといったところで、果たしてそれに神や仏は答えるだろうかという問題がそこから生まれてくるわけです。つまりそこまでは寛大ではないということですね。やりたい放題、言いたい放題ね、あるいはその否定し放題のことを一方でしておいてですね、お前は寛大なはずだ、だから俺を救ってくれるべきだなんて言われてもですね、そうはいかないんじゃないかというのが私の今の率直な感想ですよね。で、2日前もそういう話になりましてね、神と言ったって寛大なのかね、いやそんなことはないわよって話になりましてね、やっぱり私たちはその間に作り上げなければならないのがやっぱり信頼関係ってことになるわけですよね。それは教育の世界でもそういうことはよくありますよね。まあ教師っていうのはかなりこの幅の広い、って言いますか、幅が広くなければ務まらない仕事なんですけどもね、幅が広いということは寛容度って言いますかね、まあ、いろんな子供、いろんな人をですね受け入れるという意味での寛大さがないと務まらない仕事なんですよね。この子はいい子だ、引き受けた、この子は嫌だ、引き受けない、この子はいい子だから好きだ、この子はいい子でないから嫌いだなんてね、そんな襟好みしてたんでは、まあ、そもそも教育という仕事は成り立たないわけですよね。その点私なんかはまあ、塾の教師でしたからね、余計に襟好みはできなかったわけですよね。意外と学校の先生っていうのはね、公的な学校の先生っていうのは襟好みしてるみたいですね。例えば入学選抜っていうのもその一つなんですけどもね、聞こえはいいですけども、やっぱり関門ってことになりますように襟好みしているわけですよね。まあその範囲でね、幼稚園の私立幼稚園の幼稚園の場合もパーフェクトに襟好みしてますね。それはまあどこのね、私立幼稚園の園長と話してもまあね、言いにくそうに教えてくれますけども、やっぱり面談、三者面談しながら、そのまあね、教えにくい子供っていうのはいるわけですから、まあ選んでるんだよってことはやっぱり皆さんまあね、おっしゃいますね。ですからやっぱりそういうこと部分で教育について言えば、そのあたりが限界なのかなというふうには考えますけどもね。いわゆるはい、ということなんですけどもね、それ以上のことはまあ、園長先生に聞いてくださいなんて言っても教えてはくれないでしょうけどもね。まあ、要するにそういうことなんですよ。それは裏話。ね、もうそういう世界から足を洗った私だからこそ、こうしてね、言えるわけですけどもね。まあ、要するに、教育の世界でもそういうことですから、いわんや神の世界はどうなのかなということになってくるわけですけども、やっぱりその間にあるのは、信頼関係でしょうね。いわゆるまあ私の側からすれば、個人という人間の立場からすればやっぱり神を信頼するということ、同時に神の側からも信頼される人間になりうる、なることですよね。でそこにはまあ嘘やインチキ、デタラメやね、飾り、そういったものは一切通用しませんからね。まあ要するにあれがまま、ありのままにを示しながら、その中で自己鍛錬し精進していくということになるわけですけどもね。言い換えると飾っても意味がないということですね。例えば今の私がですね、突然まあ聖人になってですね、ほほほほほほ、皆さん神の御心に応じましょうね、善人は何々何々、悪人は何々何々というようなことをですね、もっともらしい顔して、もっともらしい言い方をして、もともらしい演出をしながら行ったところで、そんなものはみんな見抜かれるということですよね。なんせね、何万年も何十万年も人間研究をしてきた、あれしている方たちですからね。
まあ、猿の浅知恵などあっという間に見抜かれてしまうということです。言い換えると居直るという意味ではなくてね、ありのままあるがままを見せながら、さあどうですかと、私は懸命に不完全でボロボロの人間ですけども頑張ってますよというような意味で、まあ、示していく、そうした中から信頼関係っていうのが生まれるわけですよね。言わんやね、神に対して足で蹴飛ばすようなことを一方でやりながら、唾を吐きかけるようなことを一方でやりながら、お前は神だろ、私たちを救う義務があるなんて言われてもね、そんなことには応じないということですね。ああ哀れな人だなという形で哀れむということがありますけども、まあそういう人はそういう人でということになってきますと、そのあたりにいわゆる、まあ、神の寛大さの限界があるのではないのかなというふうに、まあ、感じました。それが、まあ、一昨日の、ね、会話の、まあ、話ということになるわけです。つまりはっきり言えばそこまでお人よしではないということですね。そのお人よしを逆に、まあ、人間というのは傲慢で貪欲でね、おめでたいですから、逆に求めるということもあるわけですよね。好き勝手なことを一方でやりながら、お前は神だろ、人間を守るのは義務だろなんてね、それはそうはいかないということですよね。そこで一つ問題なのも、今度は信頼関係ということになるわけですけども、まあ、それについてもね、おととい、そんな話をしましたけども、もう当然その間には信頼関係があるわけですけども、ではどこまでという部分でやっぱりこう限界があるわけですよね。というのは、一方で、まあ、はっきり言えばね、これは誰が言い出したのか、本当にそういう言葉があるのかどうかは分かりませんけども、こういう言葉がありますよね。天は自ら助ける人を助けると。天は自ら助ける人を助けると。というのはどういうことかと言いますと、天、つまり神はですね、自分で自分を助けようと思う人を助けるんであって、そうでない人は助けませんよというふうに解釈できるわけですけども、それが神のテーゼと言いますかね、まあ、テーマであるとは私は考えたくないんですけども、要するに、そういうことを逆に今度は人間側が知ること、例えば私がそれを知ることによって、結局は生きていくのは私たちだけ、私たち自身なんだと。星ではないんだよと。私たち自身なんだよと。己こそ己のよるべ、己を起きて誰によるべぞ。己こそ己のよるべ、己を起きて誰によるべぞという、あのブッダの北行の中の言葉とつながっていくわけですけども、そこにこの、なんて言いますかね、信頼関係の限界があるように私は思うわけです。というのは、いくら私がですね、神を信頼したところで、そこまでは期待できない。そこまではやってくれないと。まあ、そういうその限界がある。それが同時に、私、まあ、皆さんはどうか知りませんよ。私の神に対する限界ということになってくるわけです。つまり、そこまでは助けてくれないよと。いくらね、助けてくれるということがあったとしても、またそれを求めたとしても、そこまではやってくれないよという部分で、不信感とは違うんですよ、それは。誤解なさないでくださいね。神に対する不信感という意味ではなくて、いわゆる、まあ、そこまではやってくれないよという意味での甘えですよね。甘えというのは許されないという意味での、まあ、信頼関係ということになってくるわけですけども、その信頼関係、いわゆる甘えについては限界があるんじゃないのかなということを、まあ、おととい、そんな話をしました。まあ、つまりその辺がですね、まあ、信頼関係の限界ということになってくるわけですよね。言い換えると、冒頭の話に戻りますけども、神の寛大さもそこまでと、まあ、そういうことなんですよね。神の寛大さもそこまでということになるわけです。いくらね、寛大であるかって言ったところで、そこまではしてくれないと。またそれを求めてはいけないということになってくるのではないでしょうか。やっぱり生きていくのは私たち自身であり、人間自身であり、例えばね、貧乏になれば働く。ね、認められないようであれば、認められるだけ努力する。そして病気になれば、自ら治すということに話を持っていくということですね。貧乏になったから神頼みね、それはもうやってはいけないことですね。まあ、世間のね、まあ、中でうずもれてしまって誰にも認められないからまた神頼み、そんなことで手を貸してくれないということですね。病気になっただからまた神頼みということでは力を貸してくれないということですね。まあ、そのあたりが結局は神の寛大さの
限界ということになるわけです。まあ、それは逆に考えますとね、神の立場で考えるならば、要するに、まあそのね、金が欲しい、地位や地位や名誉が欲しい、そして病気を治してほしい、命が欲しいというのは全て結局は、まあ、欲望に結びついているわけですよね。その欲望に対しては神は、まあ、仏でもいいわけですけども力を貸さないということですよね。それが私が言う、まあ、冒頭で挙げました寛大さの限界ということになってくるわけです、まあ、つまりは神と人間、人間と神の信頼関係の限界ということになってくるのではないでしょうか。というのもですよ、つまりですね、そんなことをしていたら神の側に立って考えるならばキリがないですからね。一つ言うことを聞いてあれば次、またそれを聞いてあげればまた次、またそれを聞いてあげれば次ということになってきましてね、神の側からすればですね、一体どこまであなた方の言うことを聞いたらいいんだ、全然私の言うことを無視して苦しくなったり悲しくなったり溺れる時だけやってきて、そしてねえ、神様お願いしますなんて言われたってそこまで聞けないよというような感じでの、まあキリがないという意味ですよね。それは人間社会全体についても言えるわけですよね。戦争しちゃいけませんよっていくら教えても教えても性も懲りずと言いますかね、繰り返し繰り返しやるわけでしょ。平和が欲しい、平和が欲しい、神様平和が欲しい、平和をやったってそんなも100年続きはしないでしょうがっていうことになってくるわけですよね。そういう意味で、まあ、神の立場で、まあ、分かりませんよ、神様ですからどのようにお考えなのか分かりませんけども、要するにキリがないということにつながっていくわけですよね。まあ、要するにその部分だけ、その部分というものです、その分だけ、まあ、人間というのはおバカさんだ、おめでたいんだということに、まあ、なってくるわけですけども、またそこまでね話を広げますと収集がねつかなくなりますから、今日はこの辺りで止めておきますけども、要するに神の寛大さというのも決して無量無変ではないし無限ではないということですね。またそれを人間側からすればですね、努力も大した努力もしないでね、そして自分はそれにふさわしい人間だという思い込みだけでですね、求めてもそれは身勝手というものではないでしょうか。逆に考えますと、その身勝手さの戦いというものの戦いというのがですね、結局は、まあ、信頼関係を作っていく大きなって言いますかね、重要な要素になるということですね。要するに無視無欲で、まあ、なことはなかなかできないんですけどね、無視というのは私がないという意味ですよ。無視無欲で結局は信頼関係を作っていく以外に、まあ、いわゆる、まあ、近づいていく方法はないんじゃないかということになるわけですが、しかしそれはどうなんでしょうか。大変難しいですね。難しいというか、今ゾッとするほど距離感を覚えましたけども、まあ私のような凡人では無理でしょうね。まあどなたかね、まあそういうことに、まあ私が今日今言ったことを参考にして邁進努力して精進してということになってくるわけですけどもね、そういう心境に到達できる人というのは本当に肺の穴をね、ラクダが通るほど難しいことではないのかななんてね思いますけども、ちょっとね、はあ、ふーっと遠い道だなと感じましたので、まあ、それをね今日のこの動画ビデオダイアリーの結論とさせていただきます。で、冒頭で、まあ、って言いますと、ずっとイエスと18人の弟子ということを、まあ、今日最後に締めくくりで皆さんにお伝えしておきたいと思いますけども、一応ミケランジェロが書いた頭の戦いの絵ですけども、この中には775027という数字が隠し込まれてますけども、まあ、その中にね18人のイエスの弟子と、グノシス主義、グノシス教では18人と言ってるんですけども、数もぴったり合うわけですけどもね、そのこの頭の戦いの下の方に両手だけを出して水の中で溺れている人がいますね。これが、まあ、ユダの手ってことは、もうこれは分かりきったことですからってことなんですけども、それを証明するのが大変でしたけどもね、この後にその動画をつなげておきます。ユダの手の証明ということでね、まあ、この水の中でから手を出しているのがユダの手ってことになるわけですけども、周りの人を見てください。一人だけがね、まあ、前のめりになってどこか水の中を覗き込んでいるような人が一人いますけども、後の人はみんな
知らんぷりしてますね。知らんぷりしてるでしょ。特に一番右の下にいるイエス・キリストと私が判断している人物ですけども、知らんぷりしてますよね。そして足の皮をペローと吐いてますけども、私この絵を見るたびにふと疑問に感じるのはですね、どうしてその水の中で溺れている人を皆が助けないのかっていう部分ですよね。というのは、手の両手だけを出して水の中から助けてくれ助けてくれと言ってるわけですよね。もうかなり体が沈んでるわけですから、それまでに助けてくれ助けてくれというドラマがあったはずですけども、一人だけがね、ちょうどややその上デスクにいる人物だけがその両手を出している、両手の方は見てないんですよね。やや視線がずれてますから、その両手のある水の中を覗いているような雰囲気ですけども、水の中を見てないんですよね。その両手を見てないと思います。で、私はそのカシナの戦いの絵のを見るたびにですね、こう思うんですよ。どうしてみんな助けないんだろうって。私がその場にいたらね、何も考えずに言ってますかね、助けてあげるために手を出すだろうと思うんですけどもね、相手が誰であってもね。しかしみんな知らんぷりしていると。どうして知らんぷりしているのかな、どうして知らんぷりをしているのかな、どうしてでしょうかという部分に、私は神の寛大さの限界があるように思うわけです。まあ、ユダは、まあ、イエスを裏切った、まあ、裏切り方というのは聖書に言われているような簡単なものではなかったと思いますよ。もっと辛辣で醜い恨み方をしたと思いますね、裏切り方をしたと思いますね。まあ、それに対して周りの人がしらけた顔で知らんぷりをしていると。まあ、そのあたりに私は神の寛大さの限界が表現されているのではないかと思います。先ほど775027という数字を言いましたけども、ミケランジェロ自身もこの中にそうした数字が隠し込まれていることを私は気がついていなかったと思います。はい。まあ、そういう絵なんですね。つまりこの絵は神が描いた絵ということになるわけですけども、その絵はね、神が描いた絵ということになるわけですけども、その神の描いた絵の中に表現されている18人の弟子たちは一人を除いてみんな知らんぷりをしていると。そのあたりに、要するに神の寛大さの限界があるということではないでしょうか。つまり神を裏切った人は助けませんよという意味での限界ということになるわけです。つまり無量無辺に心が広いわけではありませんよということを、まあ、カシナの戦いの絵の中で1500年後のイエスがですね、表現したということではないでしょうか。ですからね、私が冒頭で言いましたように、神の寛大さにも限界があるというのは、ただ単なる憶測や、あるいは私のね、まあ試験というよりは、つまりは神の考え方ではないかと思います。言い換えると決して信仰というのは甘い考えでしてはいけないということですね。祈るという時も本当に命がけで祈るということですね。そうした真剣さがあってこそ、話をぐんぐんまたね、あちこち飛びますけども、人間と神、神と人間の信頼関係が築かれるのではないでしょうか。ということで、今日のビデオダイアリー終わります。まあ、少しね、難しい話をしてしまったような部分がありますけども、どうかお許しください。それでは皆さん、今日一日、日曜日ですけども、良い一日をお過ごしください。私たち夫婦は多分素晴らしく楽しい一日を過ごすことができると思います。それでは皆さん、バイ。
Miss Roxana Harandi, Portugal, wrote to me as follows. The Pisces Sophia tells about his or Jesus Christ's wife and another female disciples. We Gnostics know that Jesus was married. ポルトガル在住のグノーシス派の信者であるロクサーナ・ハランディさんからこんな衝撃的な書き込みがありました。グノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の弟子あるいは複数がいました。しかも女性の弟子というのです。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っています。とそこでグノーシス主義あるいはグノーシス教について調べてみました。グノーシス主義のグノーシスは知識を持っているという意味である。グノーシス主義はいくつかの古代の宗教の最近の名前である。もともとは紀元後1ないし2世紀のユダヤのミレウスから始まったものである。トラと呼ばれる読み物と他の聖書の書き物を元にしている。それによればこの物質世界は最高位の神の無邪気な発散によって創造されたものであるという。そしてその発散はスパークとして人間の体の中でトラップ、つまり捉えられる。この神聖なるスパークは神聖なるスパークを持つグノーシスによって解放されると、ウィキペディア百科事典です。さらにグノーシス派の聖書と呼ばれるピスティス・ソフィアについて調べてみました。驚愕すべき事実がそこに書かれていました。広し林浜祭りジャパン。ピティス・ソフィア、つまりグノーシス文書の中のピティス・ソフィアに関した部分の中には、なんと女性の弟子がいたことが記されていたというのです。ピティス・ソフィア自身については弟子の外にいたようなことが書かれていますが、その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサという女性が含まれていたというのです。さらに驚くべきことに、再来したイエスはその後11年間も弟子たちと一緒に過ごしたというのです。その11年の間、イエスは弟子たちと比較的レベルの低い話をしたというのです。そしてその11年が過ぎると、今度はイエスは比較的レベルの高い話をしたというのです。そのレベルの高い話の中には、宇宙論や人間がどうすれば最高度のレベルに達することができるか、その方法あるいは知識について関係したものであるというのです。ピティス・ソフィアという聖書の中に書かれていることは、当然のことながらピティス・ソフィアに関したものが多いということになります。ピティス・ソフィアの、死去と再来についての内容ということになります。それについてはともかくも、ここで特に注意していただきたい点は、イエスの弟子はどうやら12人ではなかったということ、そして少なくとも
3人の女性が含まれていたということ、さらに言えばイエスは少なくとも11年以上その後も弟子たちを指導し続けていたという点です。詳しくは続く動画の中で説明しますが、これがイエス・キリストの実像ということになります。イエス・キリストです。そしてそのイエス・キリストを囲んで4人の人物がここに描かれています。一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この4人に私は注意しました。そしてこの4人とよく似た人物プラスイエス・キリストがミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に描かれています。で、私林博氏はここに描かれている4人の人物はイエス・キリストの仲間イコールイエス・キリストの弟子ではないかと判断しました。そこでミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの中に描かれている人物と比較してみました。今赤丸で囲んだ人物は同じです。右上がその拡大図です。で、この人物は頭に花冠をつけています。この群像の中では王、つまりイエス・キリストということになります。で、イエスを囲む4人について調べてみました。この今丸で囲んだ人物は大変よく似ています。他の3人についてはまあそのようにも見えるかなというレベルで、まあ、似ているということになります。で、私林博氏はこのカッシナの戦いの絵の中に描かれているのはイエスの弟子たちと判断しました。が、数が合いません。それにここにいるのは女性です。女性の性器が正確に描かれています。そしてその女性の右上、今丸をつけた人物ですが、この人物の胸は大きく膨らんでいます。つまりこの人物も女性ということになります。この人もどこか体つきが女性っぽく見えますが判断できません。その下の人も女性っぽく見えますがやはり判断ができません。そして今四角で囲んだ人物がマリアイコールマグダラのマリアということになります。その証明はこの続く動画の中でします。ともかくもここに描かれているのは17人プラス水の中から手を出している人物を加えると18人ということになります。12人の弟子と言われているイエスの弟子の数と数字が合いません。それで私林博氏は率直に言って悩んでいましたが、今回見つかったグノーシス文書の中のピスティス・ソフィアの記述の中にこの謎を解く大きな鍵を手に入れることができました。結論を先に言えば、イエスの弟子は12人ではなくて18人ということになります。そしてその中には女性も含まれていたということになります。これで謎が解けました。繰り返します。イエスの弟子18人説です。その中にはマリアも含まれています。そしてその証拠を1500年後のイエス・キリスト自身がミケランジェロという操り人形芸術家を通して表現したということになります。繰り返します。イエスの弟子18人説です。そして先に紹介したグノーシス文書の中のピスティス・ソフィアに関する記述の中には
3人の女性の名前が出てきます。イエスの母親の聖母マリア、マグダラのマリア、そしてマーサという名前の女性です。となると、このカッシナの戦いの絵は正確に3人の女性を表現しているということになります。残るのは男性ということになります。繰り返しになりますが、右下の白丸で囲んだのがイエス・キリストです。頭に花冠をかぶっています。そして足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を履いているのではありません。そして左の赤い四角で囲んだのがマリアです。聖母マリアです。その証明はこの続く動画の中でします。ともかくも、ここに描かれているのはイエスと18人の弟子ということになります。では、なぜローマンカトリックは12人の弟子にこだわったか。言うまでもなく、ローマンカトリックはミトラ教のパクリ教であったからです。ミトラ教、そしてそれに続くギリシャ彫刻の神々は12神でした。それで12人の弟子にこだわったというわけです。ここで簡単にミトラ教とキリスト教を比較しておきます。左がミトラ教です。右がキリスト教です。ミトラ教の方がキリスト教より500年くらい先に生まれています。ミトラは母アナヒータの処女解体で12月25日冬至祭の日に生まれます。馬屋で生まれます。同じです。そして奇跡を行っていますが、同じです。そして十二星座、十二神、そしてキリスト教は十二使徒ですね。それからミトラの勝利日、復活祭、イースターですね。イスターがイースターと変名しました。そして最後の晩餐も同じです。パインとワイン、同じです。洞窟や地下で貢ぎを行った、同じです。バプティズムという、神義はミトラ、もともとはミトラ教のものです。ミトラは光である、同じです。私は復活する、言葉も同じです。ハルマゲドンの時の様子も同じです。メシア、ミトラ自身を言います。ミトラがメシアに変容しました。シュビ、同じです。神父をファーザーと呼ぶのも同じです。父親はアフラマズダ、キリスト教は分かりません。あのアーメンという言葉ももともとはミトラ教の神事で使う言葉です。そして肖像画も同じです。左はザラスストラですね。そして右がイエス・キリストです。左がザラスストラ、つまりゾラスターです。前にです。そして右がイエス・キリストです。立場も同じです。こういうところからキリスト教は12人の弟子、12という数字にこだわったと私、林博士は判断しています。ですから18人であっても何もおかしくないということになります。で、結論ということになります。結論は、ミケランジェロなる画家が描いたとされるこのカッシナの戦いの絵ということになります。ここには右下にイエス・キリストが描かれ、そして18人の弟子たちが描かれています。水の中から手を出しているのがユダということになります。そしてグノーシス教のピスティス・ソフィアによれば、
この中には3人の女性人もいるということになります。これでこのカシナの戦いの絵の謎が解けました。1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して自分の18人の弟子をこの絵の中に書き込んだということになります。続く動画の中でその内容について詳しく説明します。Yuda betrayed Jesus. Why did Yuda betray Jesus? God Answers Organization website answers as follows. While we cannot be absolutely certain why Yuda betrayed Jesus, some things are certain. First, although Yuda was chosen to be one of the 12,All scripture evidence points to the fact that he never believed Jesus to be God. He even may not have been convinced that Jesus was a Messiah. Unlike the other disciples that call Jesus Lord, Judah never used this title for Jesus and instead called him Rabbi, which acknowledged Jesus as nothing more than a teacher.While other disciples at times made a great professions of faith and loyalty, Yuda never did so and appears to have remained silent. This lack of faith in Jesus is a foundation for all other considerations. However, today's point is not this. You see strange hands in the sketch, The Battle of Cascina,sketched by Michelangelo Buonarroti, and here in this video, I would like to examine whose hands these are. Although I just reckon that these hands are Judas, to say is one thing, and to prove it is another thing. Michelangelo はカッシナの戦いの絵の中で奇妙な手を描いています。私はこれはキリストを裏切ったユダの手と考えていますが、そう思うというのと実際そうである
と証明するのは全く別のことです。で、この動画の中ではそれを証明してみることにしました。小さな小さな謎ですが、それを証明するのは大変なことでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。最初に今日の動画の道筋を皆さんに話しておきます。ミケランジェロが描いたカシナの戦いです。で、この絵の中にですね、ここにイエス・キリストがいるということを証明します。次に左の上にですね、マリアがいる。偉大なイシュタールがいるということを証明します。まあ、ここにいる左の人がですね、マリアです。それを証明します。で、続いて、この、群像と言いますか、の人たちは、イエスの12人の使徒、プラスアルファ、女性もいますけども、まあ、そういった人たちがいるということを証明します。そして、まあ、この中に11人の弟子がいるわけですね。そしてこの下の赤い丸です。この手はイエスを裏切ったユダの手であるということを順に説明します。ミケランジェロ・ブアノルティが描いたとされる、まあ、大変奇妙な絵があります。カシナの戦いというタイトルの絵です。まあ、奇妙な絵なんですけども、この絵の下の方に、これまた奇妙な手が2本描かれています。赤い矢印のところを注意深くご覧ください。黄色い枠で囲ってみました。水の中から手が出ています。これは誰の手かということなんですね。で、今日はこの動画の中で、この謎について考えてみます。まあ、小さな小さな謎ですけども、その向こうには巨大な謎が隠されていました。この手は誰の手なのか。ということですね。マルカトニオ・ボログニーズという画家がいました。ルネサンス期の画家と思われますけども、まあ、これ以上資料がありませんので、詳しいことはわかりません。そのマルカトニオがですね、大変奇妙な絵を描き残しています。これがその絵なんですけども、この絵の中にも隠し文字、つまり一文字の形で数字が仕込まれていました。7ですね。で、77はですね、ヘブライ語及び、ユダヤ語のゲマトリアで、クライスト、つまりキリストを意味します。言うなれば、暗号のようなものと考えてくださって結構です。まあ、77イコールキリストということになります。で、同じようにですね、ベネチアのも大変奇妙な絵を描いています。アゴスティのベネチアーノです。で、このベネチアーノの描いた絵に今日は注意していただきたいと思います。やはり隠し文字、一文字の形で5、0、0はもう少し大きいかもしれません。そして2が仕込まれていました。一番左端はですね、1と判断できますけども、まあ確かではありません。まあともかくも1502という数字が浮かんできます。これをですね、ゲマトリアで読みますとですね、まあ、イエスの聖霊ということになるわけですね。1502。いわゆるこれは、ユダヤのゲマトリアです。まあ、そのような意味で使ったということですね。そして、ミケランジェロもカシナの戦いの中で、それを表現しました。これがカシナの戦いですけども、この中には一文字が仕込まれていました。バイ・林博士の発見です。で、これが、カシナの戦いですけども、ここに7があります。で、775027と数字が浮かび上がってきます。まあ、これが隠し文字、一文字ということになります。まあ、500年間誰もこれに気がつかなかったんですよ。で、77っていうのはですね、やはりユダヤのゲマトリアで読みますと、これはイエス。キリストってことになるわけですね。キリストをですね、ゲマトリア、カルキュレーションで読みますと77。で、50は聖書のという意味です。そして27はカインですね。という意味です。
ですからこれ読みますと、キリストは聖書の下院であると読めるわけです。まあ、ミケランジェロはそのようなメッセージを残したということになります。で、マルカ・トニオと、それから、ベネチアードンと、それからミケランジェロの絵を比較してみます。まあ、大変、まあ、奇妙と言いますか、奇妙な、やはり奇妙ですね。事実に気がつきます。で、左下がマルカ・トニオ、それ右下が、ベネチアードンということになるわけですけども、上の、ミケランジェロの描いた絵と比較してみますと、同じ人物がそれぞれ描かれていることがわかります。注意深くご覧くださいね。同じですね。そして、7という数字を表しています。で、ここにいる人も同じですね。で、5という数字を表しています。0ですね。同じですね。となりますと、これ同じ画家が描いたのかってことになるわけですけどもね。あるいは、どうなのかってことですけども、上の、頭の戦いの絵はですね、これはミケランジェロの描いたスケッチ画を弟子がスケッチしたということになっています。ですから、まあ、そういった形でコピー画が作られたことは、十分考えられます。ともかくも、このように同じ人物が描かれているということです。まあ、これをどのように解釈するかは、まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、こうした奇妙な点があるというところに注意してください。そしてこの人物なんですね。背中に、まあ、人間にはないボコボコとしたコブができていて、そして背中のにはヒレがありますね。いわゆるラム族特有のヒレが表現されています。右はですね、システィーナ礼拝堂の天井画のリビアの巫女と呼ばれている、まあ、絵ですけど、これは巫女、すなわち女性ではありませんよ。まあ、それをこれからちょっと簡単に説明しますけども、まあ、こうした絵をですね、ミケランジェロが描いていたということですね。まあ、ミケランジェロが描いたわけではありませんけどもね、ミケランジェロを通して1500年後にイエスが描かせたということになるわけですけども、この人でなんですけども、乳首を注意深く見てください。で、左もこれは言ってか、この絵もなんとなくこう女性っぽくは見えますけどもね、私はこの人は男性と判断しました。まあ、それがですね、システィーナ礼拝堂の天井画として表現されているということです。まあ、リビアの巫女ですね。まあ、女という字を書くわけですけども、リビアの巫女ではありませんね。男性の乳首が小さいですけども、表現されています。もし、この人が女性であるならば、乳房がですね、このように見えてもおかしくないわけです。また見えるはずですね。しかし、そういった乳房がなくて、まあ、男性の乳首を持った人、すなわち、この人は、男性であるということになります。システィーナ礼拝堂のこの天井画はですね、男とか女がもうめちゃくちゃですから、その点を注意して、また検証なさってみてください。これは余談です。ベネチアーノの絵に戻ります。ベネチアーノの絵です。この絵の中にもイエス・キリストが表現されています。右下にいる人物がイエス・キリストです。足の皮を剥いでいます。ベローと剥いでいます。で、これがイエスだとするならば、左端に立っている人はですね、バランスから考えて、私はマリアと判断しました。やはり、まあ、ストッキングのような皮をですね、ベローと剥いでいるか、剥いでいるところでしょうね。で、顔を見てみますと、やはりこの、どこか女性っぽいということですね。すなわち、右にイエス、そして左にマリア。バランスをとって、このような絵が描かれたものと判断しています。つまり、これが、マリアということになるわけですね。で、その証拠をこれからお見せいたします。ベネチアーノの絵に戻ります。その中には、1502という数字が隠し込まれています。15、すなわち15というのはですね、イナンナ・イシュタール、ヘブライ名、マリアの神聖数ということになります。そして、例に逆に読みますと、20というのは、シャーマシュの神聖数ということになります。イナナとイシュタールが組んでですね、キリスト教を立ち上げました。イナナ・イシュタールのヘブライ名はマリアです。また、1502のこの4つの数字を足しますと、8になります。8というのは、8方向に伸びる金星のマーク、すなわち、イナナ・イシュタールのシンボルマークへと繋がっていきます。ともかくも、1515は、イナナ・イシュタールの神聖数であるということ。そして、20というのはですね、シャマシュ、すなわち、イエスの神聖数であるということになります。つまり、この絵はですね、左に立っているのが、イナナ・イシュタール、すなわちマリア。そして、右に、まあ、足の皮を剥いでいるのが、イエスということを示しているということになります。
ここが重要ですから、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。ベネチアノの描いた絵です。この絵の中には、一文字の形で、つまり、隠し文字が仕組まれていました。1502。で、15、すなわち15というのは、イナナ・シュタール、ヘブライ名、マリアの、神聖数です。そして、02、20というのは、シャマシュの、神聖数です。イナナ・シュタールがですね、シャマシュと組んで、キリスト教を立ち上げました。で、1502を足しますと、8という数字にもなるんですね。8というのは、イナナ・シュタールの、まあ、シンボルマークである8方向に伸びる、まあ、金星を表す数字としても使われています。で、上がですね、右が、カシナの戦いの中に描かれている男性です。その左の絵がですね、これは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像です。で、まあ、花冠を被っているところからですね、いわゆる、まあ、ラム族、レプタリアン族の王であることを示します。なあち、これがイエス・キリストということになるわけですね。そして、法王の被る帽子も、この絵の中に隠し込まれています。つまり、このバランスから考えてですね、右がイエス・キリストですから、左に立っているのは、これは私はマリアと判断しました。今言いましたように、15という神聖数が、その証拠ということになります。で、この人はマリアということになるわけですね。やはり、足の皮をベローと剥いでいるところと考えられます。そして、背中にはヒレがあり、体中にはボコボコの、いわゆるコブが、できているということですね。で、まあ、これがマリアであると判断しました。by 林博史です。で、このようなヒレも表現されています。で、顔をですね、よく見ますと、まあ、この顔はですね、やはり女性っぽいんですよね。で、カシナの戦いについて言えばですね、皆男性であるというふうに、一般には、解釈されてますけども、このカシナの戦いの中には、明らかに、まあ、女性が少なくとも二人、あるいは二人以上描かれています。それもこれから説明します。繰り返しになりますけども、1502。右端にいるのが、イエス・キリストです。そして左端にいるのが、いわゆるイナンナ・イシュタール、マリアということになります。1502ですね。確認していただけましたか？ここが重要なポイントです。ダ・ヴィンチの謎についても少し触れておきたいと思います。カシナの戦いの中には775027という数字が隠し込まれています。その775027の中からですね、数字を抜き出してダ・ヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5番目の月の2日に亡くなったということになったわけです。しかもですね、6752を足しますと20となります。すなわち先ほど言いましたシャマーシュの神聖数と一致します。まあ、このような形でですね、まあ、カシナの戦いの中の、まあ、右下にいる人物はですね、シャマーシュであることをミケランジョのある画家が、まあ、示したということになります。そして、まあ、775027の数字を抜き出して自分の死亡日としたということはですね、ダ・ヴィンチはその日には死んでいなかったということになります。カシナの戦いの絵ができた時には、まだレオナルド・ダ・ヴィンチのある画家は生きていました。もう一つ外堀を埋めておきます。先ほどカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物は、まあ、イエス・キリストであると私は説明しました。まあ、何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジョロなる画家が作ったとされるピエタ像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。まあ、奇妙な人間にはないコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。このコブですね。人間にはありませんね。このコブがですね、まあ、イエスの右腕に表現されているということです。注意深くご覧ください。これはイエス像ですよ。ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いているんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。注意深くご覧ください。コブですね。で、このコブと同じものが実は、カシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。このコブが特徴。このコブが特徴というの、まあ、特徴的ということになるわけですね。で、まあ、このカシナの戦いの、やはり右下の人物ですね。頭に花冠をつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は
靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローと剥いでいるんですよ。その人物の、この向かって、右側のね、左腕に注意してください。この腕と、ピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度動かして、拡大して、そして左右反転してみます。まあ、このような形でですね、ミケランジェロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス・キリストであることを示しました。コブに注意して、まあ、少し影になってますから、見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。そして特にこの肘のあたりのコブですね。このあたりが一致しています。注意深くご覧ください。すなわちこのような形でですね、左がイエス・キリストですから、右のこの人物もイエス・キリストということになるわけですね。まあ、統一性を持たせて、このように表現したと、私、林博士は判断しています。まあ、つまり、左の人物がですね、イエスであるから、中央もイエス。そして、ダヴィンチなる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコと、コブがありますね。左のペーター像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして上腕のところにこのようなヒレがありますね。これは筋肉が盛り上がったからできた、境目ではなくて、まあそのようなヒレがあると判断できますね。そして上のところにはボコボコとした、まあコブがあると。まあこのような形で三者が繋がっていくわけです。なわち、まあ簡単に言えばみんな同じ画家、すなわち1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどのベネチアードの絵の右いた人物がですね、イエス・キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですからまあこれがイエスということになるわけです。もう一度確認してください。ヒレに注意して、コブに注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は彫刻という形で表現されているということになります。まあ、わかりやすく言えばですね、左の彫刻も右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そして、この人物と同じ顔をですね、ミケランジェロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、先ほどからイエス・キリストと判断した人物です。そして右がペーター像です。そして右二つはですね、腕で繋がります。そして左二つはですね、同じ顔ということで繋がります。すなわち、一番右がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。そして皆さん自身で確認してください。で、私は、これがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で、この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブが、まあ、表現されているように思います。で、この顔、の人物がですね、実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしからぬ顔ということになるわけです。そしてその、まあ、中央に2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残しているということですね。そしてまあこの4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと、弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあ、こう比較していますと、今赤丸です。まあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。
で、左上はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジェロの描いた絵ですけども、顔が一致していると。なあち、これがイエスってことになりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人が特によく似てるんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、左上の、まあ、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの、仲間たちがですね、まあ、下のですね、ミケランジョの頭の戦いの中に描かれているってことになるわけです。ただ、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、ちょっと難しいかなという部分はありますけども、まあ、こうして、まあ、両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダヴィンチの描いた人物と、そして、ミケランジョが描いた頭の戦いの中の人物が、まあ、一致していると。完璧には一致してませんけども、よく似てるなというレベルで似ているってことですね。なあち、ここに、頭の戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、イエスとその仲間たち、なあち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子ということになるわけですね。で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれてるんですよ。今ちょっと赤間で囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、その左の下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジェロの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれている絵というのは、これ1枚だと私、林博士は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ1枚だと判断しています。で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭も、なんて言いますか、くるくると巻いてる、ターバンのようなもの巻いてる、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、4人、この中に少なくとも、女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。すなわち、ここに描かれているのはですね、12人の、イエスと12人の弟子ではないかと、そのように判断したわけです。で、もう一度ここで確認してくださいね。いよいよ、まあ、核心部分ということになるわけですけども、上がベネチアノの描いた絵ですね。で、下がミケランジェロの描いた絵です。で、ベネチアノの絵の方でですね、ここに、まあ、両端に、ここにいるのがイエスであると。そして左端にいるのがマリアということになりますね。ですから同じ人物が下の、頭の戦いの中に描かれているから、このキー枠の人はイエスとそれからマリアということになるわけです。で、まあ、全体で18人いますからね。まず2人を取り除きますと16人になるわけです。そして、まあ、この中に明らかに乳房があり、女性器がある人をですね、2人除きますとですね、14人となるわけですね。他にも女性っぽい人、それから、まあ、ローマの兵隊らしき人もいますからね。まあ、数がちょっと合わないっていう部分もあるんですけども、13人から14人が残るということになります。まあ、もう一度念のために人数を確認しておきたいと思います。全体で18人の人が描かれています。で、下の手の人も加えますと19人になりますね。で、この方、今赤丸つけた方はですね、まあ女性器が正確に描かれてますから、まあ女性と判断します。ミケランジェロが描いた絵の中でもこのようなものが描かれているのはこれ1枚だけですね。私が発見した範囲では1枚だけです。で、これで、まあ、この人を除いて16人になって、で、この人には乳房がありますから、また1人除きます。まあ、これで16人になるわけですね。で、まあ、女性を除いているということです。そしてこの人がですね、まあ、先ほど言いましたように、これは男性なんですよね。ですから、引いていいのか悪いのかわかりませんけども、体つきがどこか女性っぽいですね。で、その下に、右下にいる人は、これは頭から、まあ、顔を剥いでるんでしょうけどもね、ターバンのようなものを巻いてますけども、顔が女性っぽいということで、まあ、順に減らしていきます。まあ、二人減らしますとね、これで14人になるわけです。まあ、私がここで証明したかったのはですね、12人の、まあ、弟子をですね、この中に表現されているはずだということで、証明したかったんですけども、まあ、男女の性別がはっきりわからないということとですね、もう一人、ローマ兵のような人も描かれてますからね。ですから、どのように判断していいかわかりませんけども、ともかくも12人、あるいは13人以上前後のですね、
まあ、弟子が描かれていると、私は判断しました。まあ、百歩譲ってもですね、まあ、この中にはイエスとマリアが描かれてますから、残った人たちがですね、弟子と考えても、まあ、なんらおかしくないわけです。もうその中に手が描かれているということになります。で、まあ、その、イエスとマリアが描かれていて、そしてイエスの弟子たちが、まあ、描かれていると。まあ、そのように判断したわけですね。で、まあ、この4人については、一応女性と判断して、そしてイエスとマリアを除くと。で、6人を除くと。で、18人を除きますから、12人となるわけですけどもね。で、ローマンソルジャーを1人除きますと、11人で、じゃあもう一人はどこにいるかというと、水の中にいるということになるわけです。で、水の中にいる人は誰かということになりますと、12人の弟子の中でこのような、まあ、扱いといいますか、このような立場にあったのは、ユダ一人ということになるわけですね。で、まあ、そのように判断したわけです。で、今、9と書いた数字の人がローマ兵ですからね、これをローマ兵とするならば、まあ、黄色い人がですね、黄色い人を入れて、12人の弟子ということになるわけです。で、その中央の赤い丸の人が男性ということになりますと、どこかでもう一人、まあ、調整しなくて、なければならないということになります。ともかくもそういった人たちが、このカシナの絵の中に、まあ、書かれているということですね。で、結論から言いますと、まあ、このカシナの絵の中に書かれているのはですね、イエスとマリアと、そして12人の弟子プラス、まあ、アルファということになるわけです。その12人の弟子の中でですね、まあ、助けてくれ、助けてくれと言って、もがいているのが、私はユダと判断しました。まあ、この手がですね、ユダの手と判断する、まあ、証明するためにですね、本当に本当に回りくどい回りくどい説明になりましたけども、まあ、私自身もですね、こんなに手こずるとは思いませんでした。つまり結論を言いますと、この手は、まあ、イエスを裏切ったユダの手ということになるのではないでしょうか。また、林博士はそのように判断しました。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。それでは皆さん、Bye for now.